ルーレットベットされたチップルーレットは回転する円盤に玉を投げ入れ落ちる場所を当てるカジノゲーム。ルーレットはカジノの女王とも呼ばれ多くのカジノで提供されている。19世紀初めにフランスで現在の形が完成し小さな輪を意味するフランス語がゲームの名前となった。17世紀のイタリアには丘と呼ばれる原型のゲームが存在しイーオーヤブール。 そしてルーレットに変化していった。レイアウトの形は1655年にパスカルが考えたとされている。古典的なルーレットは0と00が存在し、現在のアメリカンスタイルと同じ38区分のものだった。1841年にドイツでカジノを経営していたフランス人ブラン兄弟の公案で37区分に変更され、ヨーロッパで人気を博した。 ヨーロピアンスタイルのホイールホイールは均等に区切られたボールの落ちるポケットがあり数字が記されているポケットには赤か黒かの色がついており例は緑色であるホイールの種類はヨーロピアンスタイルとアメリカンスタイルの2種類が主流でありその他にはメキシカンスタイルフレンチスタイルなどがあるホイールの種類によって数字の並びやオーツが異なる メキシカンスタイルは現在ではほぼ見られない。また、0、00の、いわゆるアメリカンスタイルであるが、数字の配列が異なるホイールも地域によって見ることが、可能である。ディーラーがベルを一回鳴らし、ベッドの開始をプレイヤーに知らせる。プレイヤーは、命名ベッドを行う。ディーラーが、上部のノブをひねって、ホイールを回転させ、回転方向と逆にボールを投げ入れる。 プレイヤーは追加でベッドを行う、あるいはベッドの変更を行う。一定時間が経過し、ボールが回転している間に、ベッドの終了をディーラーが宣言する。英語の場合は、ノーモアベッドと告げ、ベルを2回鳴らすあるいはテーブルを撫でるような仕草を行う。ボールがポケットに落ちた場所をディーラーが宣言する。ディーラーが外れたチップを回収し、的中したベッドに対して配当を行う。 チップには通常のチップでなくルーレット専用のプレイヤーごとに色分けされたチップを利用する。ベッドを行う際は自分でテーブルの上にチップを置くかディーラーに宣言してチップを渡す。不明瞭なベッドや締め切り後のベッドはファウルとして没収される。ハウスによって細かい部分は異なっている。ベッドのタイミングは 玉が投げ入れられる前でも後でも良い場合が多いが、アジア地域などの一部のカジノでは、投げ入れられる前にしかかけられない場合がある。このルールは客側に大きく不利であるため、ディーラーではなく機械がボールを投げ入れる、機械式のホイールを使用することがある。多くのカジノでは出た数字の履歴を表示するボードが用意されているので、必要であれば参照することも可能である。ルーレットのベッドには、赤か黒か、 奇数か偶数かの配当を2倍にかけるものから、1枚掛けと呼ばれるある唯一の数が出ることにかける、配当36倍まで様々な掛け方が存在する。例は緑色であり、偶数やショートは認められず、アウトサイドベッドに対しては、ディーラーの総取りとなる、ヨーロピアンスタイルのルーレットのテーブルインサイドベッド、編集アウトサイドベッド、編集その他、編集ヨーロッパでは、 上記以外の種類の賭けを提供している。賭けの内容を発生によって、ディーラーへ伝える。基本的にどのようなベッドをしても、控除率が一定になるよう、つが調整されている。アメリカンスタイルの場合は5.3%、ヨーロピアンスタイルの場合は2.7%が、確率統計的に、カジノの収益になる。プレイヤー間の勝負はなく、常に、カジノとの勝負になる。 アメリカンスタイルの控除率は他のカジノゲームと比較して高くヨーロッパに比べてアメリカではブラックジャックやバカラなど他のゲームに比べて人気が低いラスベガスではルーレットの利用者は全来客者数の2%に止まり人気が低迷している一方ラスベガスを抜いて世界一のカジノ国になったマカオではヨーロピアンスタイルを採用しておりどのカジノもテーブルで プレイヤーが溢れていることが多い。カジノ側はテーブルゲームの他に機械式のルーレットを設置し多くのプレイヤーをさばいている。主なプレイスタイルとして、オッズが低く当たりやすいベッドを多額で狙う、かけることなく、履歴を確認し、チャンスと思ったところで勝負する、通りすがりに一枚かけて大勝負、などがある。クラップス同様、他のシリアスなゲームの緊張感をほぐす意味で遊ばれる。 こともある。上記特徴の通り、ヨーロピアンスタイルの方が、プレイヤーに有利ではあるが、必ずしも、ヨーロピアンスタイルに人気が集中しているわけではない。例えば、シンガポールのマリーナ・ベイ・サンズには、同じカジノフロアに、両スタイルのテーブルが存在し、ヨーロピアンスタイルの方が、人気は高いものの、アメリカンスタイルにも多くのプレイヤーが参加している。 ラスベガスであっても最低掛け金,金の高いテーブルにおいてヨーロピアンを採用しているカジノも存在するテーブルに多くのプレイヤーが集中しすぎる問題の対処として機械式のルーレットを採用している場合がある一つのルーレットを用いて50席以上の機械を設置し多くのプレイヤーを参加させているカジノ側としてはディーラーを最低2名以上配置すればよく かつチップの配当や回収に時間がかからず効率的である。マカオやシンガポールでは多くのプレイヤーが機械式を好む傾向がある。マカオなどではサーバーから送られるルーレット動画を相手にしたゲームが主流。かつてのようにディーラーがサーブをし、ペーメンがチップの配当を出す。ルーレット台はあまり置かれていない。ルーレットの期待値はカジノ側が有利に設定されているが、 かける金額を操作することで、その分散を変化させることは可能である。マーチンメール、ダランベールなどのベッティングシステムが存在し、有料で販売されている、ベッティングシステムもある。手法によっては掛け金が膨らみ、損失が大きくなる危険性がある。ディーラーがボールを任意の場所に入れられるかどうかについて議論されることがある。 フィクションでは演出のためにディーラーがデメを操れるという設定がなされることがあるが現在の一般的なカジノの条件では不可能とされている仮にディーラーが意図的にデメを狙えるとした場合ルーレットはプレイヤーとの間で心理的な読み合いを行うゲームとなる一方でそのようなディーラーは簡単に不正ができるためカジノが雇わないだろうと考えられている 特定の出目を外すようなコントロールは実現性があり、実際にそのようなディーラーが存在していたという、人生ゲームなどのボードゲームでサイコロの代わりに回されたり、抽選に使われたりするものの名称として使われることもあるが、形状から名称が付けられているものであり、当然カジノとは関係がない。フジテレビで過去に一攫千金、日本ルーレットという、 日本列島をルーレット版に見立てて出演者がチップをかけてクイズに挑戦する番組があった。黒が連続で出た回数として24回がギネスブックに載っている。小説漫画 AB、ザカジノ完全ガイドブック86から87ページ、カジノゲーム入門時点17ページ一例としてシンガポールはヨーロピアンスタイルの例と26の間に例々があるホイールを用いるカジノがある。 ザカジノ完全ガイドブック90ページ。オーストラリアスタイルのように、元返しとなるルールもある AB。ザカジノ完全ガイドブック95から97ページ。ただし、両国とも、ダブルゼロホイールの配列はラスベガスなどの典型的な、アメリカンとは異なる。カジノゲーム入門時点33から38ページ。カジノゲーム入門時点30から32ページ。ありがとうございます。